はい、こんにちは。この子猫です。今日の一日一冊は、世にも美しき数学者たちの日常です。小説家である著者が様々な数学者たちにインタビューした記録をまとめたのが本書。数学者たちも普通の人なんだと締めくくられてはいるし、まあ、もちろんね、文章からそう感じる時もあるものの、 やっぱり、うん。数学者の皆さんは変わってます。ある数学の教授の部屋を訪ねると、そこかしこに紙の山ができており、もう床を埋め尽くすどころか、部屋中を埋め尽くしている。これで研究ができるのですかと問うと、ここでは研究していない。通勤に2時間かかるが、まあ、その電車の中で研究している。と教授は言う。まあ、研究室はあくまで倉庫で、 電車ののの中が本当の研究室のようです。ちなみに自宅も3部屋分が紙で埋め尽くされているようで中には床が抜けた部屋もあるとのこと一応今日中結婚されていてお子さんもいるようですがうんよく暮らしていけるなと思いましたまあ基本出てくる数学者たちは数学が好きと豪語しておりますが中には数学が嫌いという人もいる。 とある先生は今の数学は面白くないと公言している。例えば学校で習う二次関数や微分積分あれをいくら習ったって実際の社会で使う機会は基本的にはない。関数や微分積分の概念は大事とか思考力を身につけるのが大事ということはできるけどぶっちゃけこじつけにすぎない。昔の数学は もっと現実に即していたこんな現実の問題を解決させたいという目的があって数学が発展してきた、まあ、それを復活させたいと先生は語ります、まあ、本書では11人の数学者が登場しますが誰もがみんな一癖も二癖もある数学愛を持った人物、まあ、こんなにも人を虜にする数学ってやっぱりすごいなと改めて思える一節。 世にも美しき数学者たちの日常。読んでいただければと思います。と、このようにこのチャンネルでは毎日一冊おすすめ本を紹介していますので、気に入ってくれた方はぜひ高評価やチャンネル登録、コメントいただけると嬉しいです。ではまた明日お会いしましょう。バイバーイ